続いては、ポロ X シリーズのバックパックとヘッドのポートバッグというこの2つです。サイズ感で言うと、この、バックパックが26リッターで、ポートバッグが52リッター、はい、なかなかリッターで言ってもね、ハテナなんですけど、一応こういう表記に今後なりますんで、はい、覚えていただけたらな。やっぱり普段使いするのは一番やっぱこの2つ、こういうサイズを いつも使うかなと思うんですけど、私はこういうバッグがすごいありがたいので、すごく白色で嬉しいです。はい、ね、犬入れたりね、本当にね、宇野さん犬入れたり、はい、確かはい、でバックパック、こちらもちょっとやっぱりね、素材感がやっぱり、はい、他のシリーズも紹介するんですけど、やっぱりすごい頑丈にできてるかなと思われます。はい、でちょっとこっちの方も、はい、せっかくなんで細かくご紹介させていただいていいですか。はい、宇野さんよかったらちょっと開けていただいて、はい、はい、これ全部ここまで開くんですね。ペラッとここまでチャックがついてるので丸く開けれます。はい、で中身が、あ、ここに内ポケットがありますね。でシューズケースも入ってるので、これですか。シューズケースはありがたい。はい、やっぱり専用ケースはありがたい。ここにシューズ専用のポケットもあります。この手のシリーズは結構出てたんですけど、やっぱりこのプロ X シリーズはやっぱりちょっと大きいのと、はい、細かいところが結構ありますね。サイドにもポケットがあります。長細い感じのポケットがこうついてます。はい、こんな感じ。こっちはないかな。そうですね、こっちはね、こっちはあえてね、あえてないね、はい、あえて、はい、こんな感じでした。ちょっとバックバックもいいですか。バック開けてみます。すごい、これ横のポケット結構深くついてますね。はい、マジックテープもついてます。で真ん中にもポケットがあって、横もついてます。真ん中、はい、真ん中も結構すごいしっかり奥まで深く開くようになってます。こちらも口が大きいですね。そうですね、メインところね、がっぽりちゃんと開くので使いやすそうです。で、ラケットこれさせるんですよね。忘れてない、ラケット入れるところがありますから、はい、はい、便利。はい、ラケットは、あ、すごい、こんな感じで全部開きます。実際に入れてみてもいいですか。あ、もうぜひぜひ。はい、じゃあ、ちょっと、はい、お、入りますね、いい感じ。楽勝で入ります、もちろん。すごい、ちゃんとクッションがついてるので、なんかパソコンとか入れても大丈夫そうなぐらい、しっかり頑丈です。もう一本入りそう。大丈夫？楽勝やん。あ、もう一本入りました。はい、こんな感じで。結構自転車で年2本持って、はいはい、背負い抜けたもので安心して入れてますよ。すごい便利で使いやすそうです。はい、